春のパン祭り始まりましたね。やっぱこれがねいいんですよ。春のパン祭りが始まるってことが、春がもうすぐ始まるってことです。みんなもう少し我慢しようぜ。バイ。どうもプラスミナンバー芸人のアーナータカです。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあさあさあ、今日はね、まあ、絶賛無課金やかで、休止祭ガチリ中ということで、まあね、もう結構ね、試合数もこなしてるんですけども、動画では初。ちょっと今日はね、休止祭、まあ、大会やっていこうかなと思っております。で、なおかつ、ある選手を使ってみるんですけど、まあ、この選手でございます。はい、平良俊です。ありがとうございます。いや、大西さん、超語にしてるのはいいんだけど、レベル70やないかーい、ということで、まあね、無理なんですよ。はい。無理なんです。無課金やかでエナジーも割れないし、そう、この後ね、明日か、土曜日に累計回収するしさ、無課金やかは、エナジー割れないんですよ。で、もうストック経験値ももう空だし、無理なんです。もう精一杯、70で精一杯です。はい、ごめんなさい。ただまあ、9位はね、84、制球71、スタミナ66ということで、まあ、デフォの能力ですので、まあまあ、勘弁してくださいと。で、まあ、この平さんって、まあ、速球がやっぱ160キロ、それと160キロあるんで、大会では絶対参るんですよね。そう、で、フォークも147キロあるし、まあ、サークルチェンジの使い分けとかね、スラカットもあるしとか、そう、かなり、面白い存在ではあるんですよね。で、超高速球タイピン存在が、まあ、本当はね、これ555にしたい。したいんだけど、エナジー割れないから、もうタイピンだけ攻めて、ちょっと5にしといた。そこはもう、大野ちゃんの、まあ、頑張りを皆さん、ぜひ、汲み取ってくださいと。無課金やかエナジー割れないんで、スタロ回収できなくなっちゃうから、申し訳ない。ということでね、今日はちょっと大会で1試合やっていきたいと思っております。平さんね、まあ、2回表、もしくは1回にはもう出ちゃうかなって感じです。はい、ぜひとも楽しみにしててください。よろしくお願いします。ちょっとオーダーも見ていきましょうか。まあ、無課金やかの、まあ、大会生放送見に来てくれてる方はわかると思うんだけど、まあ、こんな感じなんですよね。そう、まあ、結構強いくて、まあ、この打順でね、おかわりくんもね、結局ホームランも打ち出してきたし、そう、ただちょっとね、村上くんとかがやっぱスピ負けするかなっていうのは感じるね。そう、で、田淵レゴアス、タブゴアと化け物山下ですね。化け物も、まあちょっとスピン負けするかな。まあ柳田さんはそんなにね、もろともしないんだけど。そう、そんな感じですね。で、投手が、今日はダルビッシュさんなんだけど、ちょっと、おもんないやん。まあ、モホースト見に来てくる人からしたら。涌井さんでいきます。はい。今日はちょっと涌井ちゃんでいきます。はい。まあ、涌井ちゃんの能力、まあ、言うたらね、ロッテの涌井ちゃん、まあ、そんなに高くもないんだけど、西武と楽天に比べたらね。ただ、まあ、ちょっとこの七色の変化球で、ちょっと抑えていこうかなと。で、伸びたいランナー、球持ち。で、なおかつ、その、まあ、平さんに変えるしね。そうそうそう、涌井ちゃんどこまでいけるか、ぜひぜひ。ユニフォームもう届いてるんでね。今ちょっと撮影は木曜日なんですけど、多分金曜日にはもうユニフォーム届いてるんで。金曜日の生放送、今日の生放送、メインスタロー累計歌手では、涌井さんのユニフォーム見れると思います。ぜひ皆さん、見に来てください。よろしくお願いします。ということで、平さん、行ってみよう。いや、格下メルセデス。あかんあかんあかん。いや、なんでさ、こういう時にメルセデスなの。考えられねえよ、本当に。メルセデス使用禁止だろ、本当。さあ、ちょっと涌井さんで抑えてみましょうか。まあ、多分ここの高速姿がおもろいんじゃないかな。そうそう、やっぱそうでしょ。で、多分なんだけど、ここのストレートもまあ、前るはず。前たますなはず。はい、ありがとうございます。OK、いいよいいよ。涌井さんいいね。玉持ちは確かフェードがちょっと遅れるんだよね。確かね。うん。OK! 涌井さんナイスピッチ。デュデュさんよろしくお願いします。デュデュ。さあ、メルセデスですか。メルセデスですか。カモンだよ、メルセデス。俺はもう打つからな、メルセデスを。いや、見えない。集中させて。ちょっとごめん。もうバッティングが集中させて。もう無理、見えない。もうメルセデス見える方いるの？逆に聞きたいんだけど、俺ほんと。おーい。やばいって、マジでこれ。ほんとに。延長まで行くて、これ。やばいって、マジで。ほんとに打ちにくいわ、メルセデス。うわー。
ちょっと球見たい、もうちょい球見させて。いい、平ちゃん登場です。平ゲームズ、さあ本業頑張ってこうぜ。ここのフォークとか一回ちょっと見てみようか。いや、いいね、この落ち具合いいわ、マジで超いい。でも長打経過しなくていいと思うんだよな。ここのストレートで振ってくるとか、ね、全然あると思うんだよ。このギリギリのとこ攻めたりすると振ってくる。あー、 OK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 、 ナイスナイスナイス、そういうこと。さっきフォーク見せてるからね。そう、サークルチェンジも行ってみるね。これ遅い球で、ボーガー、まあ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 、で、フォーク、この使い分け、ありたます。もう勝つよ勝つよ勝つよ、これ絶対勝つよ、もう打つよ。平さん、ちょっと待って、いやもう、いや、マジ強えんだけど。いや、最後もう回ってくると思ったらタイピン5でしょ。 OK、 ナイス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 。ここはゲッツーシフトでいいよ。ストレートのゲッツー、 OK、 いいよ、全然いいよ。カットボール、詰まらせろ、いいよいいよ、全然いいよ。フォーク振ってこい、オッケー、ゲッツゲッツゲッツ、しとんねん、しとんねん、ほんまに。前進、ストレートで押してけ。気を取り直していこう、気を取り直していくんだよ君たち、気を取り直していこうぜ。オッケー、ナイス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 、いいよいいよいいよ。負けたわけじゃねえ、まだ。平さん、平ゲームズ、フォークだ。オッケー、これテーラスやん。もうさっき内角のスープ出さなきゃよかった。あかんあかん、おのちゃん。オッケー、いいよ、全然いいよ。シュート。シュート、あります。ノリさん頼む、嫌だ、メルセデス、いや、もう嫌だ、頼む、もうノリさん、ノリー、バンザーイバンザーイバンザーイ。マジでメルセデスレベチ、ありがとうございました。